で、私いつも携帯の充電器を持ち歩くタイプの人間なんですけど、まあどっかしら行くとき、用事ないときは簡易充電器持ってるんであれなんですけど、大体劇場に行くときとかは、まあ、持っていくんですよ。なんと昨日忘れてきちゃって、劇場に携帯の充電ができないんですね。まあ一応 iPad の充電器あるからできないことはないんだけど、ちょっと不便だなって。悲しい。また今度行くからね。今度っていうか近々行く予定はあるからさ、仕事でいいんだけど、それまでの辛抱だし、まだ簡易充電器もあるしね、いいんだけど、なんかすごい不便やって。頭痛いよ、偏頭痛が。雨が、なんか、まあ今は結構あれだけど、お昼ぐらいが一番やばかったって、あの天気予報に書いてた。すごい雨の音もすごかったからね。でも明日からまた晴れるんだっけな。暑くなっちゃうね、そう考えると。洗濯物は昨日の夜のうちに洗濯物を外に干して、で昨日あの一日中外に干しっぱなしだったから全然乾いてたし、帰ってきて取り込んだから大丈夫。計画的な洗濯したから昨日明日でも曇りか。わあ、ジメジメした日が続くんですね。やだなあ。降るなら降ってほしいんだよなあ。めんどくさい。頭痛い。扇風機はお布団のとこにあるから持ってくるのが面倒くさい。あ、明日からまた頑張らなくちゃ。いやー、うん、扇風機昨日つけて寝たけど快適だった。一瞬で寝れたよ。今夜から朝方まで雨強い。そうなんや。扇風機組み立てたよ自分で、説明書見ながら。朝方って言っても、でも11時までにはやむよ、多分やむよってか11時までしか傘マークついてない。その後はもうずっと曇りって感じ、黒い雲ですよって。あ、でも22時にちょっといっぱい降るな。大雨、雷、強風、波浪、洪水注意報出てる、いっぱい。今日マジ風強いね。雨降ってる時に風強いのは一番嫌いなんだよね。濡れるから傘さしてても。
注意報だらけ。こんばんは。久しぶりのエペックスは楽しかったよ。普通のコメント、ランクにいつも行ってるんですけど、昨日ね結構ねポイントは漏れたかな、プラスばっかりで、なんかあともうちょっとでプラチナ3なんだけど、まあでもチャンピオンは取れなかったから、昨日はやっぱねまだねプラチナ帯のランクにマスターの人だったり、前シーズンの、まあ、ダイヤの人が多いから、まあ早く上に上がっていただいてって感じだね。マスター企業がいるんだよプラチナに。無理じゃない、強いんだよ。え、弓でも弱体化っていう弱体化じゃなくない？言って、そんな普通に強いんだけど。そうまだねマスター起動の人がプラチナウロウロしてん。多分まあ前シーズンプラチナ、あプラチナじゃない、マスター行って今上げてる最中なんじゃないかな。まあね、結構いるよまだマスター起動が。はい、上上がってくれーって思いながらやってるけど、まあ、あと37ポイントぐらいでプラチナ3いく。そっからねダイヤまで上がるのが大変なんだよね。前回ダイヤになったからさ、わかるんだけど、もう上がったり下がったりがすごくてきつい。最近ってかやっぱ5月6月は忙しくなるし、まあ、7月まで多分ね忙しいからさ、まあ、コンサートだったりとか、まあ、リクアワとかもそうだけど、だからちょっと、まあ、できる時間が前よりも少なくなってるから、こうどんどん自分の腕が落ちてる感覚。ダイヤすごいよね。私も初めてダイヤ行ったこの間ってか、前シーズン、シーズン今9だから7かな、シーズン7の時にダイヤに行った。爪痕は持ってないよ。ハンマーなら持ってる。2000ハンマーだけど、2000ハンマー結構いろんなキャラクター持ってた気がする。ブラハとかオクトリーンも持ってたかな、あれちょっと分かんない、見てみないと。ホライゾンも持ってるし、あとレブラントも持ってた気がする。いやゲームするときめっちゃ喋ってるよ人と。あのいや野良の人とは喋らんけど、あでもたまに野良の人があのボイチャでよろしくお願いしますって言ってきたら、普通にあよろしくお願いしますくらい喋る。気分で
喋ったり喋らなかったり。基本はでも友達とフレンドと一緒にやってることが多いから、あんまり普通にその人と喋ってやってるって感じかな。そう、ハンマー持ってるんだよね。すごいすごいよね、まさかの意外とやってる、結構やってる、みんなが思ってるよりも。いや、CL カップは無理だよ。あれだってもうほぼマスタープレデター隊の人がいっぱいいるじゃん。無理無理、私ダイヤにも一人で行けないのに。まあ、ダイヤにさ一人で行けるぐらいの強さだったら、まあ、まだワンチャンねいいかもしんないけど、CR カップとか見てたら分かるんだけどさ、もう皆さんすごく上手じゃんそんな大会出れない、大会に出れるほどの動きしてない私は。いやいやいや、出れません出れません しかもなんか初めてってかさ、そういうなんかこう会ったことない人とか、まあ全然知らない人とチーム組んでやるってなった時に、まあもう当たり前だけど人見知りが発動しちゃうんで全然喋んなくなっちゃうんですよねまあゲームの報告とか、なんか今あいつミリにしましたみたいな、あいつめっちゃ削ってるみたいなこと言うかもしらんけど、その他の会話どうしようみたいな最初はそうなったら緊張しすぎちゃって何も喋らない。いや、そんなあれはだってね、ああいうこうなんていうの、まあ、私みたいなをなんかアイドルがやるようなやつじゃないじゃないですか、きっと迷惑かけちゃうから申し訳なくなるよね、ああいう。いや、もうほぼ1日、まあ、5時間以上できる時間があるってなら、もしかしたらね出れるかもしんないけど、ないもんそんな時間。いや、今がまあ忙しいっていうのはあるけどね。いや、私はね、ああいう大会になったら絶対ジャンプマスターはやりたくないまあね、どこに行くか決まってるじゃん、大体みんな。このチームはここに行ってみたいな、大体カスタム練習の時にみんな決めるじゃん。だけどなんか怖くてできない、上手い人に全部任せる。137日目、イエイエイ、ありがとうございます。やっと拍手できるようになった。なんかね、ずっとここが痛くてね、昨日拍手できなかった、昨日おととい痛くてここでずっと拍手してた。ここまでついた、まあまだちょっと痛いけど。昨日もらったけど、どこにやったかな、あ、キッチンのとこいたかな、貼って寝るの忘れてた。また痛くなった時にね。うん、なんかやること多すぎて
全然時間がないな。昨日公演の自己紹介でおすすめしていたパン屋さんの名前わかる？なんかね、英語なんだよ。 Q が入った、 Q と E が入ってたっていうのを覚えてる。なんかすごいシークレットみたいな名前確か。どんな名前だったっけな。なんかね、ほんと英語の名前なんね。この食パンが売ってあるパン屋さんなんだけど、博多駅にもあるよ。まあマークイズが多分みんな行きやすいと思うんだけど、何やったっけな、シークレットかなんかやった気がする。確かなんかそんな名前やった気がする。ちょっと待ってよ。間違った。スークレット。あ、違うかな。パン屋さん。パン屋さん。誰かわかんない？博多駅。シークレットじゃないな。出てこないもんな。なんだろうあのパン屋さん。猫の食パンのパン屋さん。猫の食パン。あ、ん？これか？アンティークだ。ほら、 Q と E 入ってるやろ。そう、アンティークです。アンティーク、そう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 、 Q と E が入ってるってのを覚えとったんよ。アンティークだ。です。それの春キャベツのうま塩ドッグおすすめなんで、本当にみんな食べてみて。でもパンだからやっぱ口の中パサパサしちゃうから、なんか飲み物も一緒に買って食べてね。わいはお家に帰ってきて食べたから、まだお家の中にいっぱいね飲み物あるからあれだけど。うん、買いに来てて。でもあれって春だったから出てたんかな。毎回あるメニューではないのかな、春キャベツのマシオドッグ。まだ春だから間に合うと思う。夏になったらないかもしれん。でも期間限定とか書いてなかったからな。どうなんだろう。なんか自分が思ってたよりもさ、メンバーがとってもいい反応してくれてさ、あの時なんか春キャベツのうま塩ドッグって言った時びっくりした。え？みたいな。逆にこっちがびっくりしちゃった。そう、博多駅の丸井の中にもあるんだ。初めて知った、この間。春キャベツは春のキャベツだから春キャベツなんかなって思って。ねえ、親知らずさ、抜こうと思ってるんやけど、抜こうと思えば抜けるみたいなんよ、レントゲンってか、なんかこう取って。でもさ、長期休みっていうかさ、そういうなんていうの、ちょっと安定したお休みの期間で、今のところまだ未定じゃないですか。いつ抜こうって思ってて今。なんか今日終わって、あれ、歯医者予約してたから歯医者行ったんやけど、見てもらったんよ、親知らずの状態を。そしたらまあ別に普通に抜けるっちゃ抜けるって言われて、でもまあ今日はさすがに、明日とかもまた仕事があるから、できれば次の日休みの日とかがいいなと思って、
今日は抜かなかったんだけど、やっぱ早めに抜いた方がさいいじゃないですか。あれまずいや、あのね、私4本あるらしい。なんかこっちないと思ってたんだけどあるらしい。全部あるんだって4本。だ下が難しいって。は上はなんか引っこ抜いたらすぐ抜けるらしいんだけど、下が神経の近くに、下って結構神経のに近いらしいの、下の歯って全部。だからもし神経に当たってたり、当たってたりなんか神経の近くとかにあったりしたら、ちょっと大型の病院に行かないと抜けないかもみたいな。それはでも状態を見て決めましょうねみたいな感じだった。上は別に抜けるけど、下がまあそのレントゲンみたいな撮ってもらえないとわからないよねみたいな。そうだよね、腫れる人とさ腫れない人ってやっぱいるじゃん。だからさ、まあ腫れるにしろ腫れないにしろ、やっぱ休みがさ2日間3日間ぐらい続く時の方がさいいじゃん絶対に。だからでも7月までそのなんだろう、そういうまとまった休みがあるかが分かんないから、どうしようなって今めっちゃ迷ってて。悩んでいる。なんかもう結構早めに、なんか次回かその次にレントゲン撮ってもう抜きましょうかねみたいな言われたんやけど、そんな早くまとまった休みがないんですけどって。だから今日あの仕事の都合でちょっと予定がまだこの先の予定が分かんないので、まあ、次回はまたちょっと違う治療をお願いしますって言ってそうなんだよね。なんかさ結構やっぱ痛み止めがさ切れちゃうと痛くなったりするっていうのも聞くのよ、親知らず抜いたメンバーとか。まあ腫れなくてもやっぱこうね抜いてるからちょっと痛みがあるみたいな。だからなんかそうなるとさ、次の日踊った時にめちゃめちゃ痛みが出るみたいな感じになったら怖いじゃん、もしかしたら僕なんか体動かした時にめちゃめちゃ痛くて痛み止め飲んでも治んないみたいなそういうの考えたら次の日絶対休みの時の方がいいよなって思って。でもその本当直前まで次の日がちゃんと休みなのかが分かんないから、予約の入れようがないっていうね、うん、でも6月は19まではさあのね踊る予定はあるじゃないですか。だからとりあえず6月は抜かない。でも7月に多分どうしますかっていうのを言われると思うんだけど、7月は後半にね、まあ、リクアワがあるじゃないですか。まあ、あの6月の19終わってちょっと、うん、7月の前半ぐらいまで空きがあればそこでどっかで抜きたいなとは思うんですけど、もうね抜ける状態ではあるらしいよ全部の歯。やっぱ親知らずって抜いたらさ食欲なくなるんかな。なんかもう歯が痛いしもう食べなくていいやみたいな。まあ硬いもんとかは食べれないよね。なんか詰まったりしたら怖いし、その抜いたところになんか歯茎がブヨブヨして気持ち悪いみたいな抜いたメンバーで聞いたことある。
抜くの怖くない？え、怖いけど麻酔されるでしょちゃんと。だからもう知らないっていうか痛み感じないうちに抜けちゃうからあれかなって。でもなんかゴリっていう音がするみたいな聞いた気がする。なんか歯抜かれるから、なんか骨の音じゃないけどゴリって言うって言ってた。怖い。でも絶対に抜かなきゃいけない歯だからさ、親知らずってどんなに頑張っても絶対抜かないといけないじゃん。だからまあそれだったら早めの方がいいなと思って、どんどん歯並び悪くなるのも嫌だし。怖い。大きい音がする。やだな、気持ち悪くなっちゃいそう。じゃないからさ、人生生きててなんか麻酔ってさ顔に注射を打つの？注射で麻酔すんの？なんか私麻酔って言ったら注射のイメージしかないんだけど、顔に注射すんの？麻酔が一番痛い？やだ。確かに。でもなんか液体じゃないけど入ってくるよね。歯ぐきにすんの？絶対痛いじゃん、最悪。歯ぐきに針を刺すってこと？じゃあ、注射と同じで。痛いやん、そんなん絶対血出るよ。やだー、最悪。あーもうやだ、抜きたくなくなっちゃった。マジか。歯ぐき？予備麻酔ってなんだ？予備麻酔って何？それは何？怖い。最悪じゃん。まず塗り薬で軽い麻酔するからチクッとするぐらい。何その、なんか何本か刺すってこと？3本目あたりからって言ってるってことは1回じゃないの？1回でもありじゃないの麻酔って。何意味わからん。あ、一般の針よりは細いんだ。だとしても痛いよねきっとね、歯茎に針刺すなんてさ。しかも麻酔入れるってことでしょ。わー最悪じゃん。わい、でも麻酔したことないから聞きやすいとか聞きにくいとかわかんないうわーもうやだ、もう抜きたくないな。ってかなんで親知らず入ってきたんだ。やだな。なんか生えない人もいるって言うじゃん。生えない人がよかった。ってことはさ、親知らず抜く時ってさ、もう上を抜くってなったら上両方抜くってこと？だから両サイドにどっちも麻酔打つってこと？それとも片方ずつ抜いていくの？それは人によるって感じ？その人によるって感じ？
え？一本ずつだった？ってことは一本ずつなんかな？どうなんだろう、そこら辺ちょっと説明されてないからわかんないんだけど。ああ、言うよね、上の歯と下の歯、なんか下の方が痛いんでしょ、抜くの。上の方が楽にスッて抜けるから。で、下は多分神経が近いから痛いんだと思う。でも下も両方生えてるわ。まあ、痛みに弱いタイプの人間やから苦手なんよな、痛いの。ある程度の痛みならまだ我慢できるけど、それなんか歯の痛みとか苦手だ。うん、考えただけで寒気がする。でもね、なんか変な生え方とかしてなかったよ、横向きに生えたりとか。なんかね、レントゲン見せてもらったんだけど、ちゃんとまっすぐ生えてた。下もちゃんと8番目まっすぐ生えてたし、上も変な生え方してなかった、変な生え方してなかった。いや、一気に4本はさすがに無理だけど、顔パンパンに腫れちゃうと思う。でもなんかさ、上は上抜くんだったら上両方抜くのかなと思って、なんか1本ずつ抜いていきましょうねとか言われたわけじゃないから、どういう風に抜いていくんだろうなって疑問。なんかでもまっすぐ生えてた方があまり痛みを感じないって誰かが言ってたから、それはまあいいことだね。え、麻酔ってさ、何なの？どういう感覚になるの？まあ感覚ないってみんなは言うと思うけどさ、まあそりゃそうなんだろうけど、なんかえ、どういう感じなの？なんかもう触ってもってか全く何もない感じ？カチカチってしても何も、あ、動いてるのかなって感じ？どんな感じなの？麻酔したことないからわかんない。しびれる。へえ。石川さん、クマのぬいぐるみありがとう。クマ、石川さん、クマのぬいぐるみありがとう。わいわい親知らず講座みたいになっとるね。あー、でそれでまあ一時その歯医者が終わってもずっと麻痺してて、でまあ 2,3 時間ぐらい経ってきたら麻酔が切れてきて、ちょっと痛みが感じるって感じか。お、ちょっと痛い、痛くなってきたなみたいな。で薬飲むと治るみたいな、ちょっとマシになるみたいな感じ。いや怖いな、どんな風に抜けるんだろう。口がしびれて感覚が変になるってことはさ、やっぱ、まあ、歯医者の後だから、まあ、あんま飲み食べとかはしないかもしんないけど、もしさお腹が空いてた時に食べても感覚がないってこと？味はあるけど感覚ないみたいな。中にさ、治療中に麻酔がさ切れることなんてないの？大丈夫なの？それは分からん、食べていいのか分かんない、初心者だから、親知らず麻酔初心者だから。
唇を噛んでもわからないから大怪我しちゃう。そんな感覚ないんや、すぎゃーい。不安やよ。だってなんかそういうなんかこう大掛かりな手術とかさ、したことないもん今まで人生の中で。あの一回なんだっけな、ファーストフードの昔ね、ちっちゃい頃にファーストフードのまあ店員さんがさ、入れるようなこうガタンってしてバタンって閉めるやつあるじゃないですか、カウンター。あ、まあレジが隣にあって、このパターンから人が出入りできるみたいな、まあコンビニにもよくあるやつ、なんかあれのファーストフードのやつがすごい分厚くてね、これぐらいのやつがこうバタンってやるやつで、ちっちゃい頃になんかそれの注文をお母さんがしてる時に、ちょうどねなんかそこのそれが上がってて、でなんかその隣になんかこうなんていう、鉄格子じゃないな、なんか鉄で作られたさ、よく行き止まりみたいなやつあるじゃん、U の字みたいな、鉄棒じゃないけど行き止まりですよみたいな、まあ座ることもできるやつあるじゃん、ちょっと横長のあれがその近くにあって、なんかそこで遊ぼうと思って、まあ座りたかったのね、私はちっちゃい頃そこに。でもまあ身長がちっちゃいからさ、そのねこのカウンターのここのやつを持ってこうよいしょって座ろうとしたわけよ。そしたらまあこれが異様にまあ軽かったっていうのもあるし、意外と力を込めて「えい!」って言ったから、それがバンってしまっちゃって手の上で、ちっちゃい頃の私はそれで大泣きしちゃってすぐ病院来ました。それぐらいかな。でも別になんか骨折とか何もしてなくて、ただ単になんかちょっと青たんっていうか、まあ、ちょっとだけ血が出て、こう挟まったとこがちょっと傷ができちゃって、むけたみたいな感じの、ちょっとだけね皮がむけて血が出たぐらいと、まあ、骨もちゃんと見てもらったんだけど、骨も別に異常なくて、まあ、普通にちょっとだけなんかまあ月指みたいな感じ、ちょっとずっと冷やしてたって感じでしたね。それぐらい病院に行ったのって、だから別に大掛かりな手術とかじゃなくてよかったなって思うけど、ぐらいですかね。3時間水飲めないの？断水症状になっちゃったらどうしよう。痛いエピソードがね、ちっちゃい頃はおてんばさんだったんで。だってあれだよ、なんか、まあ、昔住んでたところに、まあ、近所にね公園があって、そこでよくいとことね木登りをしてたんだけど、そのまあね夏になるとやっぱその公園の木って、まあ、毛虫とかが結構いるような木だったのね。でまあその時は毛虫はいなかったんだけど、そのなんかムカデが木を登ってて、なぜかで私ちっちゃい、まだほんと何歳ぐらいだよ、3歳4歳ぐらいの時だったから、なんか全然分かんなくって、何この虫みたいな、足いっぱいあるじゃんみたいな、すごーいみたいな、かっこいいみたいな感じで、なんかね多分ちょうどその木捕まってた時に私の手の上に乗ってきて、ムカデがまあ刺されたっていうか噛まれたっていうか、でどこだっけな、お兄さん指かお姉さん指がもうジカジカしだしちゃって、痛いって大泣きして、いとこのお母さんに薬塗ってもらったっていう
あ、もう本当昔はね無知な子だったんで。いや分からん、かっこいいって思ったかは分からんけど、まあなんか普通になんやろこの虫みたいなずっと思ってずっと見とったら刺されとった、いつの間にか。そんなんか害がある虫って思ってなくて痛かった。だってちっちゃいのとかじゃないもん、ちゃんとちゃんとこれぐらいの、ちゃんとこれぐらいのでかさのムカデやった。うん、もうずっと痛くてね、指がジン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 して。そういうエピソードもありますよ。懐かしいね。そう、結構なんだろうね、バカだったね昔は。セリ様さん、クマのぬいぐるみありがくま、セリ様さん、クマのぬいぐるみありがとう。今かん、だから多分そういうのがあって今虫がすんごい大嫌いなんだと思う。もうどの虫も怖いからさ、今何の虫でも怖い。でもね昔はね結構虫触ってたんだよ、私幼稚園の頃とかダンゴムシ普通に触ってたし、テントウムシも触りきれてたし、あ、まあ、バッタとかは、ね、苦手だったけど、なんか飛んでくるようなやつ。うん、そのでもちっちゃい頃の反動が今っていうか、うん、もう一生トラウマもんです。まあね、昔はね、あの結構やっぱみんな何も知らずに興味津々だからさ、ちっちゃい頃なんて何に対しても。カニも足が多いから触れなかったってこと？え？あ、いちご食べてないよまだ。そうや、いちごがあることを忘れていた。食べなきゃね、今日食べよう、夜切って食後のデザート。あれ、お肉ってどいつ届くんだろう。あのショールームのみんながやげ投げてくれた山のギフトのやつの。まん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 、うん、大丈夫。いちごはいつ食べても美味しい。言うてだって15日だよ、もらったの5日前だよ。まだ食べれるよ。早めに食べないと味が落ちちゃったりするから今日食べる。今日と明日食べる、半分半分。前髪が
ね、いつ来るんだろうね、わかんないね。事務所に届いた場合どうやって持って帰ったらいいんだあれお肉だし食べられているのでは。もうでも結構 HKT のメンバー、他のメンバーもさやってたじゃん参加。結構届きそうだよね。まあその行った人は言ってたけど、眠た。学園で焼肉していいなら全然するよ。楽屋で焼肉配信。でも 200g でしょ、冷凍庫入るでしょ、冷蔵庫、あ、冷蔵庫じゃない事務所の。サンタクマさん届くのにどのくらいかかった、え、結構かかった気がする確か。わかんない、ちょっと覚えてない、もうもうだって年明けて結構経った時にもらった気がするてか普通になんか事務所に置いてあった、ポンって、あの段ボールに入ったやつが。でも実際さ、本当にやったらさ、スプリンクラー作動しちゃいそうだよね、劇場でやったら。どうなんだろうね、なんかわかんないよねそこら辺ね。今お肉集めてんじゃない多分。牛探してんのかな。牛育ててんのか牛今。雨止んだな。うん、結構な人数もらうと思う多分。まあでも海鮮もそうでしょ多分、海鮮の人もそうだから結構な人大変よ。一番今回はパンパンパン。でももらえるのはお皿らしい、なんか白い。
水がめっちゃ出る。眠たくなってきちゃったな。なんか何もしてないわけじゃないけど、なんか別にそんな公園みたいにめちゃめちゃ動いたわけじゃないけど疲れる最近。もうなんかすぐ疲れる。いかんいかん。ちょっと長いな。後で切ろう前髪。確かに雨だと気持ちもなんか落ちてしまう。あ。青天は元気よ。こっちはまあ今多分止んでんじゃない。それかちょっとだけ降ってるか。あんまりザーとは言ってないね。昼が一番すごかったかも。あんなさ、今日さあれちくわの磯辺揚げ作るんやけどさ、片栗粉でいいんだよね。片栗粉で作ったら硬くなる？もしかして。だけどもしかして小麦粉とかの方がいい？だとしたら買いに行かなきゃいけないんだけど。なんかでも片栗粉でいいよって誰か言ってた気がしたけど、こないだ聞いた時。もしかしてだけど天ぷらの方が良い？普通にさ天ぷら粉じゃなくてもさ片栗粉でも作れるよね。唐揚げも作れるから。なんか片栗粉でに水とか入れたらなんか固まっちゃうイメージだから、私の中で。わいが見とるやつ、お水ってどれぐらい入れたらいいんだろう。29日ライブ配信ないの？あるって言っとったよ。この間言っとったよね。どっちもライブ配信あるって言っとたくない？あれ？あるよな。さくらの方もまずちゃんの方もどっちもライブ配信あるって言っとったよ。もしかしてだけど片栗粉だけじゃダメとかある？薄力粉ってやつがいる？もしかしてだけど。片栗粉さっくりできますって書いてあったよ。わあ、私いつも小麦粉水で溶いてやってるけど片栗粉バージョンもできそうな気がする。片栗粉で、どれぐらいやったらいいの？水難しいよね。水の分量って 70cc。 マヨネーズ入れたら美味しそう。確かに今のワイが見とるちくわの磯辺あるよね。ライブ配信あるよ。まあこのご時世的にライブやるってなってないってことはないと思う。だってやっぱ来れない人もいるだろうしさ、そもそも入れる人数が決まってるから、制限されちゃってるから、ライブ配信がないってことはないと思います。片栗粉だけでできる
できる？クックパッドにある？クックパッド見よう。わい、クラシル見てた今。なんだ、片栗粉磯辺揚げ、ちくわの磯辺揚げ、片栗粉ちくわの磯辺揚げ。かゆい、耳かゆい、耳かゆい、ちくわの磯辺揚げ。お水、お水、大さじ4杯、こんなにいるん？あ、10本分でね。なるほどね。楽天のレシピでは片栗粉にするとカリッとできますだって。素晴らしい。おいはカリッと派なんで、なんかぬめっと派より。なんかたまにさ、周りのさ、衣がさ、まだなんかカリッてなってなくてさ、ちょっとぬめ、ぬめって言ったらちょっと変な表現やな。ふにゃふにゃっとしてる時あるじゃん。あれよりもやっぱカリッてなった方がちょっと美味しいよね。片栗粉より水の方が割合多いってこと？よいしょ。うわ、あ、でもそうね、全部鼻かゆいってマジで。片栗粉これでも油で揚げて、あとは食べるだけって感じやね。あれ、まあ食べるのはワイしかおらんでの。美味しいか美味しくないかはワイのさじ加減ってな感じで。もう1時間経つね。そろそろ終わろうかな。ありがとうございました皆さん。今日料理配信しようかなとも思ったけど、ちょっとやめましたちょっと元気が、元気じゃない、疲れがあったんでやめました。耳がかゆいんだって、真っ赤になっちゃった。ということで、出来上がりは、モバメにもしかしたら送るかもしれないので、楽しみにしててください。メール取ってる方。まだちょっと、落ち着いてきたら、ちょっともうコンサートとかいろいろ終わって落ち着いたら、また、料理配信やろうかなと思います。ちょっとそれまではね、普通の雑談になるかな、こうやって。まあ最近ずっと雑談だけど。楽しむよ。はい、ということでね、皆さん、ありがとうございました。じゃあ FX やってた
これね、キーボードのこのカチカチ音昔から大好きなのよ。かゆ。キーボードの音が昔から大好きなの。ちっちゃい頃から。今日までじゃない。明日の14時まで、おしゃべり会の22時受付やっております。もう22時始まってるんですけど、ぜひぜひ皆さん、来にくい時代というか状況ではあるとは思うんですけども、会いに来てくれると嬉しいなと思います。まだね、ちゃんと開催できるのかもう分かんない状況なんですけど、今多分できると思うんですけど、まあ今まだね増えてる最中なんで、当日どうなるかちょっと怖くて分かんないですけども、あれもう終わった、あれ22って、あれ22時ってもう終わったっけ、あれ Y21 時って書いた、あれあれ今回22時までだったよね。あれ Y が書いたのじゃあ 21? あれ、あ、そっか、今日20、昨日21時受付って書いてるから、あ、もう終わっちゃったわごめん、ちょっともうなんか最近忙しすぎていろんなことが頭からポン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 抜けちゃってた、申し訳ねー。はい、終わってましたああまあね、またもしかしたら23時あるかもしれないので、その時はね、会いに来てくれると嬉しいなと思います。はい、ということで皆さんありがとうございました。長々と配信しましたがお疲れ様でした。あ、目がかゆい。ではまたお会いしましょう。さようなら、バイバイ。バイバイ。あ、ランキング読んでなかった、ごめんなさい。バイバイじゃなかった。13位トシボーさん、12位立花隼人さん、11位ホエイさん、10位予防チャンネルさん、9位イケポンさん、8位神さん、7位田沢さん、6位中野の健二さん、5位鈴友タンタンさん、4位ニコライさん、3位石川さん、2位 YS フォレストさん、そして1位がセリ様さんでした。ありがとう。では本当にさよなら、バイバイ。